ございます。ソフィーです。今日は頭だけハロウィンということでハロウィンのレッスンをしてみました。どうぞご覧ください。でも実は最初だけねちょっと笑顔だったんですけど、その後またソフィー先生がブチ切れます。てん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 、乞うご期待。今日は頭だけハロウィンです。おかえり。おかえり。はーい。おかえりって言ったのに。ただいま。どうしたのみんな。大丈夫？それでソフィー来たの？大丈夫みんな。ではソフィーくんお願いします。清く正しく美しく愛深く感謝を持って。清く正しく美しく愛深く感謝を持って、清く正しく美しく愛深く感謝を持って、バレエをいたしましょう。どんな感じですか今気分は。いつもと違う感じ。いつも違う感じですね。それは何ですか。セラトーニです。何ですか。ミニーちゃんです。何ですか。アリスです。何ですか。ミニーちゃんです。何ですか。ビーマックスです。はい、先生は何ですか。マリーちゃん。そう、かわいい。はい、ありがとう。はい、アダージオ行きましょう。アラスゴンドからです。膝からしっかりつま先伸ばす。はい、今度左足もパセからエファセ、頭後ろ、つま先伸びてなかったよ。はい、クロワゼからエファセのアティチュード、もう少しプロムナードエファセまで見せたいですね。音の中でつま先しっかり伸ばします。頭後ろ、上半身使わないと。すぐそこクロワゼ、クロワゼからエンファースのアティチュード、そこからアラベスク、足下げない、パドブレ。はい、そういうことです。ですね、あのね、エファースの大きなポーズ、先生さっき見本を見せたはずなんですけど、はい、やってみてください。どうして？そちら側じゃなくて一番最初の方だよ。うん。はい、頭後ろです。なんでできないかな。今まっすぐ立ってたらダメなんですよ。エファースの大きなポーズって足上げたいんだったら上半身後ろに行かないと上がらないんだよ。はい、どうぞ。足上げるんだからそういうこと。それでパドブレです。はい、ね、今ね初めてねこちらの先生の手前にいる2人やってくれたんですけれども、あのそれをね全力で見せないとレッスンにならないですよ。本当に。下からそうです。後ろの足で進む。立つ。降りる。足上げて。はい、そしたらパドブレ終了。アントゥルナ、上半身を使ってもっと、はい、頑張りましたよ。パドブレ守備をした時の上半身の使い方ですね、ちょっとやってみてください。パドブレ守備が終わった後なんですけどね、パドブレ守備を、はい、しました。そこで上半身をぐわーってもっと使う。そしてそれの後に、はい、立ちましょうね。でもね皆様ね、言ってもいいかな、もっと使えるんですよ。まだ足りないかもしれない。まだ
自分の中ではやってるつもりでしょ、うん、それ自分の中だけなんだよね。お客様が見て、うわこれすっごいって思うところっていうのは自分の限界値を超えないとそういうふうに思ってもらえないよ。で今日はねちょっと厳しいことを今とってはないんですけど相当厳しいことを言いました。でやると決めたらやります。失敗を絶対に恐れずに全力でやるからこそ美しさは生まれます。頑張ってください。今日のレッスンはいかがでしたか。私が、お説教している様子は実際撮ってはいなかったんですけれども、こういうことを言いました。成功すると分かってたらそれはやりますよね。当たり前ですよね。成功する、失敗する、分からないけれどもやっぱり私はチャレンジをするべきだということを子どもたちに伝えました。失敗を恐れてやらないっていうのはやっぱり私の中では良くないことだと思っているんです。岩田守弘さんのね舞台を見に行った時にものすごい気迫あふれる情熱あふれるものすごいエネルギーだったんです。その時に彼は失敗を恐れて何かやったでしょうか。してないと思うんですね。もちろんプロのダンサーなのでそんなよほどの失敗はないと思うんですけれども、失敗を恐れて何かをやる、成功すると分かっているからやるのではなく、結果は分からないですよね、どうなるか。でも全力でやらないと成功もないし失敗もないと思うんです。なので私はこれからの時代、子どもたちとっても大変な時代を迎えると思うんです。やっぱり AI が台頭したりしてきてますし、うん、今までの常識が覆されるようなことが起きうるかもしれません。その時にやはり私は全力で生き抜いてもらいたいんですね。全力で失敗したらそれはもうすでに失敗じゃないんですよね。成功への第一歩だと思っています。なので無難に何かをするということはやっぱりやめてもらいたいんですね。無難っていうのは難がなくですよね。難があったらどうですか。ありがとうなんですね。ということで私たちは全力で生きていきましょう。今日もソフィーの YouTube チャンネル見てくださってありがとうございます。こうやって熱い熱い教えをしています。いつもありがとうございます。また撮っていきます。ぜひぜひ応援よろしくお願いします。